がったんか知らんけどよ。どうせロックマンはロックマンだろ。というわけでね、皆さんどうもタイガです。はい、やっていきましょう。ロックマンですね。強化されましたね。まあ、間違いなく弱くて、まあ、持ってない人もね、もちろんいると思うんだけど、普段、復刻がね、あまり来てないんで、ただ、弱くてってはちょっと言い過ぎかもしれないけど、金バッジ、虹バッジとかを引けるとね、結構ね、強かったりするんですよ。こういうのね。で、まあ、スキル発動率が上がってるっていう話なんで、どれぐらいスキル使うかね。結局、スキル打たないで、まあ、ちまちまなんか下の地上で殴ってることが、やっぱ多々あったんですよ。それが弱くて。ただ、頻繁にスキル打つと、もうどうやって倒すのっていうねぐらい強かったんですよ。で、結局だからそのための金鉢虹鉢だったんですよね。スキル発動率アップの。だからそのね、金鉢虹鉢でももちろんね、確率なんで上振れ下振れが存在してるんで、打たない場合があるんですよね。そうなると、まあすごく弱かったんですけど、さあ果たしてどうでしょうか。まあスキル敵見えたから即打ったのはいいとして、お連発で打ってる。打ってますね。ひとまずね。ひとまず打ってますね。これ見逃でいくか。まあ、ワイワイやられるじゃん。あ、これしょうがないからね。まあ、ポセは、見逃にやってもらって、シャークも埋めて、ゲージ消えたタイミングで破壊する。ロックマン出して、砦で削りに行って。なるほどね。じゃあこれいこうか。ここでいいや。ロックマン重ねてみるか。あ、打ったね。おやおやおや。あ、でも上打ってないな。あ、落ちちゃった。なんか捨てゲーする人多いな、マジで。なんかロックマンめちゃめちゃ頑張ってるように見えたな。どうなんだろうね。めちゃめちゃ頑張ってるように見えたけど。あ、ロックマンの性能についてもね、次の試合で話しましょうか。まだ話してなかったね。はい、続いていきましょう。まあ、ロックマンはですね、3コス4体の進撃中型ですね。3コス4体進撃中型で、射程はそんな長くないんだけど、まあ、短すぎもしないみたいな。どれぐらいだろうな、まあ、リーザーと同じか1マス長いんだっけ、ちょっと覚えてないけど、まあ、それぐらいの射程ですね。まあ、大して長くはないです。そしてですね、通常攻撃がちょっと特殊タイプで、まあ、普通になんか弱いロックバスターポロロポロロって打つんですけど、それとは別にですね、歩いてる最中、移動してる最中にですね、ロックバスターをチャージするんですよ。チャージして歩いてる時間があるとチャージで、チャージはすぐ終わります。で、チャージには段階はありません。チャージしたかチャージしてないかの2択ですね。で、チャージした場合、ロックバスターのね、大きさが上がって、まあ、大きさ上がるんだけど当たり判定とかは変わらないんかな。どうなんだ、ちょっとそこもよく分かってないんだけど、あんま使わないからね。いや、もともと弱かったから。で、ダメージが上がります。チャージすると惜しいね。チャージしてみましょうか。チャージすると、キュイン、キュイン、溜まりましたね。これドンって、これダメージ上がってます。キュイン、今キュインって音だったじゃないですか。このキュインがダメージですね。で、ラッシュコイルっていうこのスキルがですね、チャージをすると威力上がります。調査兵団に頑張ってもらおうかな。さあ、流星。射程伸びてるのやばいね、そこ届くの。結構狂ってるよな、これ。まあ、食らいたくないんで、ダメージ減少させましょう。要は、この、クイン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 って音ね。このクインって音でチャージします。砦を削るときとかも、これ結構大事な方法があって、まあちょっと砦取ったらね、ちょっとやりたいんだけど、取れるかな？取ったね。これ、最前線できると普通に殴っちゃうんだけど、ちょっと低めできると、クイーンって言って、砦を削る量が増えるんだよね。ほら。普通のね、このパパパ、ポロロポロはあんま削ないんだけど、で、ラッシュコイルの火力変わりますって言いましたね。普通にただね、スキルを連発するだけじゃラッシュコイルの火力は通常火力です。ほんとね。通常火力です。ただこれが、引き目から切ってあげて、キュインってなった、このキュイン状態でラッシュコイル打てれば火力が上がります。
で、このラッシュコイルね、あの出してるじゃないですか、下って。その話をしたらもう時間がねえや。こう下のね、このね、変ななんか馬みたいなやつね。これが、まあ、これがラッシュコイルなんですけど、確か。で、このね、ラッシュコイルが、一応耐久値が存在していて、壊されるとロックマンが下にじゃない、壊されるとなんだっけ、重ね度合いがなくなるとかだっけ、ちょっと覚えてないんだけど、なんかあるっすね。でもそんなになんか気にするものじゃないですね。まあ続いていきましょう。まあ、なのでロックマンは壁として機能させるときはもう即正面切りしてラッシュコイル打ってくれることをね、使ってくれることをまあ願うキャラで、砦を削るときは最前線で相手の砦の耐久値にもよるんだけど、一気に削る手にやったら最前線で切らないでちょっと後ろから切ってとかで、開幕砦を取るときとかにもこれちょっと使える小技なんですよね。これとかで言ってみようか。例えば普通に最前線で切ると、あロックマンか、じゃあ大砲間に合うわってなるところをちょっと引きから切ったことのドーンのおかげで、えやべえ大砲間に合わねえってなる場合があるっていうね、一つ面白い小技ではありますが、まあ、やってみましょうか。できるかな。これはもう距離的にね、再現するじゃなくていいんで、ボーン、これね、今のボーンの回が取れたっすね、今完全に。これがボーンってあのダメージ大きくなかったら自分の剣士2体目飛んでるんで、はい、こういう使い方ができます。これ小技ですね、ロックマンの爆物か。ロックマン弱いっすね、こういう時流れちゃうっすね。でここでも今直発しましたけど、本当は直発しない方がいいっすね、素直に。あれバイクさん出ない、バイクさん行きましょう。これ無理なんで、中圧戦できないんで、シャーク爆弾娘がちょっと無理すぎるんで、あ死ぬか。シャークが死なないかと思って切っちゃったよ。これさ、デス強くね、このタイミング。こっちはね、デス。これはもう壁だね、ロックマン。あ、デス、弱い、スキル打たない。あー、決めが倒せない、ここで。終わった。これはね、俺が思うには、スタドラを放置して、勝ち切るが正解だとは思う。それがいけるかは不明だけど、それをいかなきゃいけない気がするわ。バクムスを、そうここ、ああ、オッケー。バイバー切って、スタドラ削るのめっちゃ早いんで、でもスタドラね、見すぎちゃうとね、後ろに弾飛んでるんですよ、そうやってね。ああ、破壊されちゃいましたね。これサドラの力っすね。止めないとドラゴンタイプだから白削るのめっちゃ早いんだけど、止めると後ろにアリが飛んでって破壊されちゃうと。残念ながら。はい、溜まっちゃいましたね。まあでもね、もう押し切るしかなかったんで、リザとリザの裏技は強かったね。まあ続いていこうか。まあ、ロックマンの簡単な使い方としては、基本相手のキャラに当てるときは、まず引きから切る。まあそれが壁で使わなきゃならなかったら話違うんだけど、まあ、さっきのねリザードもちょっと直下でしちゃったんだけど、あれでかもね引きで切った方がいいですね。で引きで切ってチャージしてる状態のラッシュコイルを当てる。でラッシュコイル中なんで空飛んでるんで、まあ、空中判定なんですけど、まあ、ほぼダメージ受けないじゃないですか相手からので、その飛んでる最中にダメージを飛んでダメージを与えて着地して、まあ、着地して通常攻撃ババババって言って、その通常攻撃の硬直中に一発相手の攻撃食らうんですよね。当たり前だけど。で、もう一回スキルを打つ。クイルタイムがですね、通常攻撃1回分なんで、スキル通常って言って、その通常タイミングで相手の通常を返されて、で、もう一回スキルって言って、もう一回相手の攻撃を受けるみたいなのが強いですね。こういうところドーンってやって、取れました。ラッシュコイル。フランケンも行こうか。ここ攻め立てようか。
ちょっとめんどくさいな、いろいろと。ウルフがね、まず強いんだよね。あ、飛来神は偉い。なんかいるな。ここワイバーで弾きたいな。ロックはこうやって引きで、あー、引きで切ろうと思ったら剣士できちゃったんで、しょうがないですね、タイミングが。さあ、ラッシュコイルで破壊してもらって、あ、ここもね、引きで切ってもいいんだけど、これ引きで切りすぎちゃうと、そう、射程負けてるキャラに対してはね、無力なんで、そこちょっと気にしなきゃいけないですね。まずはブチ切れは、まあ、シャアなしだね。さあ、パンダ出して、こう倒してもらって、サボテンも触ってもらう。はい。時間がちょっとあれだね。フランケン出して、ワイバ流して、で、迎撃大型を、ああ、邪魔だこれ。ああ、もうめんどくさい。時間ないから行くわ。そうだよね。いっぱい。倒して、ああ、イフいんのか、ここで。ってなるとドローだな。これはドローになっちゃうね。しょうがないけど。こうやってね、迎え撃つときにちょっと引きで迎え撃ち始めて、チャージしてる状態で殴る。チャージの通常技も火力上がるし、チャージのね、スキルでも火力上がるんで、まあそれをうまく使っていく感じだね。ただまあ、まあ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 。はい、ありがとうございました。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。スキル発動率が上がったロックマンでした。いかがでしたでしょうか。まあ、そうだね。まあ、前回ね、ちょっと時系列どっちの手かわかんないけど、おそらくスケが先出てるのかな。まあ、スケをね、使った後の感想をしちゃうと、ちょっとまあ、弱いかな。まあ、スガ強化をもらってて、スキル発動率上がってるらしいんだけど、ちょっとまだなんか物足りない感はあるな。その、まあ、ね、飛ぶ瞬間があるから、まあ、耐久値的な部分でね、死にづらくはなってるんだよ。それは間違いないんだけど、それ別にゴーストでよくない？そのやってること。死にづらくするなら。で、でもロックマンは範囲にダメージ与えられるよりも火力低くない？火力が低い。タイマン勝てるかもしれないな、わかる。スキル打たなかった時に悲惨な目に遭う可能性がある。ただ、ちょっとまだ分かんないよ。たった4000だし、もしかしたら使ってみたらめちゃめちゃ強いかもしれないし、でもね、1個だけ言えることは、大型戦では使えない。マジで使いづらいと思う。大型戦で使うとね、ただ巻き込まれて死ぬだけだから。ゴーストの場合は大型戦で使っても、まあ悪くはないんだよね。なんだろう、大型タイマンで倒すことできるし、タイマンでっていうか 2体ぐらい使う可能性あるけど、いないいないばうまく使って、大型バカバカ削ることできるんで、まあ引き込んだりすればだけど、他のキャラ邪魔して、邪魔されなければね。ただ、ロックマンに関しては、まあ空飛んだとしても、地区同時攻撃は普通に食らうんですよね。あれ、ただの空中ハンデなんで、飛んでる最中って。そう。まあ、ちょっと使ってみないと分かんない、もうちょっと。まあ、あんまり感触良くなかったけど。はい。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。